アード・パトリックとは20世紀初頭に活躍したイギリスの競走馬である。後、ドイツでタネボ馬として成功した。半兄にイギリスクラシック三冠馬ガルティモアがおり、馬名も兄と同じく山の名にちなんでいる。主な勝ち鞍は1902年のエプソムダービーとプリンス・オブ・ウェールズ・ステークス、1903年エクリプス・ステークス等。2000ギニーはセプターの3着に敗れたが、エプソムダービーではそのセプターを4着に沈め同馬のクラシック5冠を阻止した。最差がアード・パトリック、真ん中がセプターその後故障で調子を崩すも、翌年のプリンセス・オブ・ウェールズ・ステークスを快勝。続く、エクリプス・ステークスでは4冠馬セプター、同年の2冠馬、ロックサンドとの対決となり、ロックサンドとアード・パトリックを振り切ったセプターが一瞬、勝ったかに思われたが、アード・パトリックが再び差し替え縮飛差勝利を収めた。この激闘の後、脚部に不安を発症し、引退、兄と同じくドイツでタネボ馬入りした。ドイツではセントサイモン系種ボ馬の先駆けとなり、1911、13、14年のサンド種ボ馬、リーディングトップに立った。主な3区にドイツエスダービー優勝馬、アリエル、ニュージーランドリーディングサイアーノーリュキュリュス等。ありがとうございます。